こんにちは、石狩消防署の村田です。10月15日から31日まで秋の全土火災予防運動が実施されます。この期間中における石狩消防署の火災予防活動や行事の紹介と火災予防対策についてお知らせします。ウォーカーパークゴルフ大会は10月17日石狩市緑園台パークゴルフ場で開催します。当日はパークゴルフのほかに消火器の消火体験や火災再現コーナーを設け、防火意識の高揚を図ります。消防広場は10月19日にイオンスーパーセンター石狩緑園台店で開催します。当日は消防車の展示や放水体験、防火衣の着装体験、簡易煙体験、防火防災品の展示を行います。また樽川中学校太鼓部の石狩太鼓演奏を実施します。防火ミニバレー大会は10月27日浜松スポーツセンターで開催します。防災品の展示や防火クイズなどを行います。その他、消防車による巡回広報パトロール、火災予防ののぼり旗の設置、各事業所への立ち入り検査などを行います。石狩市では平成23年6月1日からすべてのお宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられていますが、万が一の際に効果を発揮するよう適切な維持管理が必要です。維持管理として、住宅用火災警報器が汚れたら中性洗剤を浸して固く絞った布で軽く拭きましょう。乾電池タイプは電池の交換を忘れないように気をつけましょう。確認方法は機種によって異なります。月に一度は作動確認をしましょう。また交換期限が経過した場合や自動試験機能が故障し故障警報が鳴動した場合には、住宅用火災警報器を交換してください。なお交換の目安は10年です。詳しくは取扱説明書で確認しましょう。また万が一火災が発生した場合に備え、寝具やエプロン、カーテンなどを防炎製品にしたり、初期消火をするための住宅用消火器を設置することでさらなる被害の軽減が期待できます。住宅用火災警報器と合わせて設置することをお勧めします。これからの時期は暖房機器などの火器設備の使用が増える季節です。電気機器や燃焼機器は正しい使用を徹底し、適切な維持管理をしましょう。また住宅用火災警報器を設置することで火災を早期に発見することができ、被害を最小限に食い止めることができます。まだ設置されていないお宅は一日も早く設置してください。